サッカーです。はぁ、今日はちょっととある撮影でこちらの、まあ、めちゃくちゃちゃんとしたフルコートのなおかつ芝でフルコートのゴールもあるちゃんとしたコートをちょっとね、はい、お借りさせていただいて、はい、ある撮影やってたんですけど、ここのフルコートお借りしたんでちょっともう一本撮りたいの。おこのフルコートだからこそできる企画がありました。なるほど。常々ちょっと気になってる検証がありまして、同じくその足を使うスポーツ、うん、なんか思いつくのありません？基本は足じゃない、基本はぶつかり合うから。ラグビーです。そう、ラグビー。アメフトもそう。いや、です。あ、ワールドカップ、ワールドカップ、しょしょ、フェルスポーツ知ってますか？言っちゃうわけ。一試合も見てないでしょって。いるよね。見てはねえけど。いる。最初今ラグビーワールドカップやってますけど、サッカーと同じくやっぱボール蹴るんです。ちょっとサッカーに近いじゃないですか。まあ、確かに近いものは感じますね。で、僕調べたんですよ。ラグビー選手の平均こうどんくらい飛ぶのかなと。45から50ぐらいなの。あ、これ同じく足を使うスポーツ、足を使う意味ではスペシャリストでしょ。確かにそうですね。サッカーって、はい、サッカー経験者ならワンチャンラグビー選手の平均いけるんじゃねえかなと。はい、サッカーボールはちなみに最後の記憶ですか？はい、50ちょいぐらいだと思う。あ、いけるかもですね。そう、まあ、いや、なんならに日本の記録が56とかなんで、いけるんじゃないかなと。超えたら記録、新記録。もうここでワールドレコード。ワールドジャパニーズレコード。ジャパンレコード。リーブルサッカー部のスーちゃんが保有。いきましょうか。じゃあお願いします。じゃあいきます。キックオフ、キックオフ。はい、じゃあ早速、はい、ちょっと検証していきましょうか。やりましょう。まずはちょっと参考程度に、まあ、今の俺がどのぐらい飛ぶのか、まずいけこのサッカーボールでやってみよう。いきます。じゃあちょっとケンちゃん向こう側お願いします。はい、まあ、楽しみですね。これは楽しみ。いや、50は行きたいわ。じゃあいきますよ。ピー、ずれたか。あ、ちょっとずれたな。あ、48だ。48だわ。50いくな、これ。どうやら50いくな。あともうちょい蹴らして。わかった。ちょっと50いきたいわ。じゃあラスト1球いきます。とりあえず目指せ50。ピー、48ですね。あ、ここが49だから、はい、ほぼほぼ49だね。あと1メートルですね。いや、1メートルもない。あ、これだった。49、ここだから。もう誤差やん、こんなん。誤差、あとちょい。な、もうほぼほぼ49や。50でももう何回か蹴ればいけるな。あ、いけますね、これ。まあ、今日はね、サッカーボールどれくらい飛ぶかじゃないから。あ、ラグビーボールなんで、ここでちょっとラグビーボールいきましょうよ。このあたりが48か分かったでしょ。じゃあ、いきまーす。これ入り方がむずいわ。ちょっとね、置き方を変えてみました。ピー、わっ、これいってんじゃん。40は39。うわー、うわー、惜しい。40いってないの。いってないんだ。もう何球か蹴らしてくださいよ。いや、これいけますよ。いや、いけるわ。うわ、40いってないの今の。マジで。だって45いったら今日勝ちだよ、勝ち。ピなんで
でサッカーボール行くのバカなの。どうやって飛ばすんこれ。ちょっとえぇ、ー、行きます。ピー、うわぁ、うわ、超えた。ここです。43ぐらい。そうです。ダメ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 。ちょっと待って、もうちょっと違う。くせえな、ここ。おい、ええねん。しゃいきます。最高記録出します。最高記録ピー。あー、上行っちゃった。ちょっと上ですね。もう無理無理無理。でもさっきのあの黄色いやつ測ってみようよ。ワンチャンいったんじゃない。42。うわー、惜しい。42。ラスト、ラスト1球蹴ろう。いや、正直42いったらもう45は重いとかあるんですかね。あ、重いんか。はい、いつも若干違うじゃないですか。確かに空気抵抗とかも形がな、多分そもそも飛ばすようじゃなくないですか。そっかそっかそっか、はい、いきます。ピー。同じぐらい。そうですね、42とかです。42が限界です。無理です。45出ません。やっぱボール重いんかね。やっぱ重めも違いますし、あと弾みかな。はい、サッカーボールと違って蹴った時の反発力が少ない。あ、サッカーボール蹴った時こう反発して、こう、はい、バイーンってなんかちょっとゴム感がすごいんだけど、はいはい、なんか全然弾みがないもん。まあ、弾むようじゃないですもんね、そもそも。まあ、確かにね、はい、本当だとこうやってこうやってこうやってやるもんでしょ、こうやって、はい、こうやってやるもんでしょ。強いわ、うまい。やっぱサッカー経験者が蹴った結果、はい、42、3が限度です。まあまあすごいと思うんですけどね。もうちょっとね、あの置き方とか勉強してやったらもう少し伸びるけど、現段階は42が限界です。はい、許してください。ラグビーの皆さん、すいませんでした。調子乗りました、本当に。申し訳ないです。